山本周五郎を作小説「余剰の恩人」二重回しを着ていたから冬のことに違いない私は雨の夜の銀座でティーという小説作者と喧嘩をしたティーは柔道何段かの重さで2人は濡れた歩道の上で組みちをした後 握手をしハンカチーフを交換して別れたおよそ20年前のことであるが大森孫めの自宅へ帰ると家人が出てきて「一郎さんが大変でしたよ」と言った「何でも睡眠薬の飲みすぎで一時は命が危なかった」「幸い手当が早かったため今では意識も取り戻したそうである」 そう聞いた私は息利立ち酔ってもいたが「よし俺がこれから行って叱ってやる」などと息巻いて立ち上がったすると家人が「その前に鏡をごらんなさい」と言ったそんな顔で言ったら反対に一郎さんから意見されますよそこで私は鏡に向かい信じられないほど腫れ上がった上乾いた血の こびりついている己の鼻を眺め叱りに行くことを断念したこの一郎さんとは作曲家の石田一郎である秋田の大事主の長男であるが気持ちの優しい神経の細かい青年で実際歳くらいも年上だった私は彼のために随分教えられることが多かった その中の一つだけを挙げると、ある時彼はラヴェルの名曲、ダフネとクロエを私に聞かせ、スコアと対比して、学僧や表現法を説明してくれた。私は、その曲がわずか数小節のテーマによるものであること、単純なその数小節のテーマ、 メロディーを変化させるだけでそんなにも華麗な公共詩となっていることに非常な驚きと興奮を感じた「三分でこの手法が使えないだろうか」私は石田一郎に言った「この手法を小説で試してみよう」単純な分かりやすい言葉を繰り返し 積み重ねることによって主題を表す「もちろん私は娯楽小説の作者だから芸術作品を書くつもりはない。誰にでも楽に楽しめる小説でそれを試みようとしたのであるがいくら試作をしてもうまくゆかず十四五年の地つまり戦後になって初めてややその手法に成功したものが一作できた。 週刊朝日別冊に載った余剰というのがそれである小説そのものは切裂だがそれは私の後半期の道を開いてくれたという意味で我が石田一郎と共に忘れがたいのである石田一郎ほど誰にも好かれ愛される性格は珍しい仕事 作曲のことでは反対者もあるだろうが人間として接し付き合ったものなら一生不変の友情を持ち続けるであろうこれは女性に対しても同様である今は恋女房と円満に暮らしているが独身時代には多くの女性たちに好かれ恋された私はその幾人かを知っているし彼女たちがかなりあからさまに 求愛の表現をするのを自分の目で見た。にもかかわらず彼はそれを恋の訴えと感じないのである。どこまでも友達として受け取るだけで私の方がじれったくなり余計なお世界を言うと「へえそうですかね」と笑うだけであった現に恋女房を持っているのだから恋愛不干勝でなかったことは確かであろう。 和で、公平で利己的なところの少しもない性格から彼女たちの求愛を控えめにそらしていたのだろうと思うがそんな家宝に一度も恵まれたことのない私は繊望と称賛の念を禁じ得なかったものである彼の作品も史上豊かな純粋で美しい曲が多い 毎年一回そのグループ自由作曲家協会でオーディションを催している。私は身辺攻防のため欠席がちであるが今でも彼を思い出すたびに故郷秋田の風物に寄せた幾変化のピアノ曲が記憶の奥で郷愁のようになり出すのを感じることができる。 持病があるのでなかなか大変ではあろうが私は石田一郎が交響楽の大作や彼独特のオペラを作曲してくれるように祈ってやまない。